完了。追加のサンプルが必要。
私の会議室に何をした？ちょうど連絡しようとしてたんだが、小さな点しか見えないぞ。新しいタッチスクリーンの初期設定画面だ。初回起動時にやるんだ。からかってるのか？点を追うだけだ。緑色になったらタッチする。そしたらアルビーノ、私は動き回るボールに合わせて踊ってる暇などないんだ。折り返し連絡する。よし、ケルストラップのオフィスにある金庫のコードを送る。そこにニューロモッドを隠している。それを使ってティフォンの能力をインストールするんだ。さあ行け。また会えるまで生き延びていてくれることを祈る。
モーガン、警告しておく。ティフォン生命体をスキャンすれば強力なニューロモッドをインストールできる。だが我々が窮地に陥ってるのはまさにそれが原因なのだよ。一例として、ステーションの防御タレットは君をエイリアンとみなすだろう。現状は予測できないが、さらなる悪影響も考えられる。君には今のままでいてほしいのだ。ハルス、アナリス・ガレゴスについて話し合う必要がある。
完了。追加のサンプルが必要。ドクター・ユサイオニック能力が利用可能。追加のサンプルが必要。
ないか。これらの黄金のフィラメントには神秘的とも言うべき何かがある。まるで凍りついた光のようだ。ティフォンは薄い空気からそれを編んでいるようだ。だが何のためだ。様々な仮説はあるが、まだ確固としたものはない。モーガン、お前がそばにいてくれたらと思う。今のお前ではなく昔のお前が。そうすれば一緒に頑張れるだろう、昔のように。
追加のサンプルが必要。警告、装置損傷。できることとできないことについて我々が知っている情報を踏まえるとコバルト計画の素材は再検討した方が賢明ね。ユリはどうだ。ニューロモッドを使えばティフォン物質を人間の意識に組み込むことが可能だ。無限理上その逆が機能しない理由はない。ティフォンに人間の細胞を組み込んだとしてそれが正常に機能しているかはどうやってわかる。新たな神経構造は実際に様々な経験を通して成熟させる必要があるわ。仮想空間でやればいい。なんだと。疑似的に経験させればいいのさ。カルビーノなら。まあわかった。いいか、興味深いが現状で機能することが分かっているものに集中すべきだ。そんなことにリソースを使うな。Thank you.